はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。あぜの修復午後の部再開になります。で、午前中やって、あぜ際のね、草が邪魔でかなりやりにくかったんで、今ね、急遽、バーナー持ってきて焼きました。これでだいぶね、草の絡まりが少なくなると思うんで、これから午後の部スタートしたいと思います。よいしょ。やっぱりね、体しんどいんでね、午前中はなんとかやっちゃおうかなと思ったんだけど、やっぱりダメなものはダメです。よっこいしょ。あ、やっぱりかなり楽ですね。クソがないとね。早く気がつけばよかった。諦めが悪かったんだね。よっこいしょ。
はい、やっぱりね、草焼いたらかなり楽ですね。辛みが少ないんでね、早めにやはり諦めて草を焼く作業やった方が良かったですね。失敗しました。ちょっと順番がね、逆になっちゃいました。はい、動画の方は一回止めます。ボタン押したかな。あ、ボタン押してありますね。ちょっと他のこと考え事しててね、今ボタン押すの押したかどうか忘れちゃいました。よいしょ。はい、あとそうですね、2、3メーターで終了です。長辺側がやはり草焼いたら爆速ですね。もっと早く気がつけばよかったよね。残念でした。しなくてもいい苦労しちゃいました。まあ人生いろいろあらあら。よっこいしょ。
よいしょ。はい、あての修復長編側終了です。そうですね、いつもですと1時間半かかっても2時間ぐらいで終わる工程なんですけどね、今年は 1.75 日2日ぐらい、2日にはなんなかったけどね、1日ではもう終わりませんでした。かなり段取り悪かったよね。やっぱりあぜ際の草は先に焼いちゃった方が良かったんだよね。めんどくさがって焼かなかったんでね、えらい苦労しちゃいました。この後はね、もしあぜ際草があるようでしたら、バーナー持ってきてね、焼いてから進めたいと思います。はい、じゃあ長編側のあぜ修復は終了になります。この後ね、排水側になります。